今やってるディープの120オープニングファイトブレイキングダウンに出場し、遠征井上さんの弟子でもあり、前回すでに1勝挙げている平石浩一選手 VS 小芝亮太選手、信原選手を破ってきているパラエストラ八王子の菅良生選手18歳。1ラウンド平石選手のジャブが1つ突き刺さる。菅良生選手タックルに行くもこれは遠い。残り50秒、平石選手のパンチに合わせ菅選手タイミングよくタックル、ケージに寄せる平石選手、しかし差し返し突き返し、ここでゴング。2ラウンド20秒、平石浩一選手のジャブで菅良生選手倒れるもすぐ立つ。その後も平石選手のジャブがよく突き刺さる。残り1分半、菅良生選手組に行き捕まえる、テイクダウン成功。残り1分、しかしここから展開作れず、ここでゴング終了となりまして、判定は打撃で上回った平石浩一選手の 3-0 で勝利となりました。